ノルウェーの森では多くの登場人物が亡くなります。これに関して村上春樹さんはかつて次のように言っていました。ノルウェーの森を書いた時には僕の小説ではたくさんの人が死にすぎると批判されました。でも僕は好んで登場人物を殺しているわけではありません。僕らは大切な人が死ぬことを物語の一部として受け入れることに慣れていかなくてはならないはずだと僕は感じていたのです。村上春樹さんは亡くなった人を弔うことについて次のように書いています。僕の周りの人もいろんな原因でいろんな理由でこれまで随分死んでいきました。人生というのはなんだか終わりのない戦場みたいに思えることもあります。死者は多くの場合生きている人々の在り方を多かれ少なかれ決定的に変更させていきます。その変更を真っ当に黙って受け入れることが死者を弔う最も正しい道だろうと思います。また次のようにも語っています。死んでしまった親しい人に対して僕らができるのはただ彼らを記憶し続けることだけです。そう言ってしまうと簡単そうだけど何かを記憶し続けるというのは実はなかなか大変なことなんです。毎日は忙しいしやるべきことはいっぱいあるし気を引き締めていないと僕らはいろんなことをどんどん忘れていってしまいます。たとえそれが大事なことであっても。同じような表現がノルウェーの森にあります。それでも記憶は確実に遠ざかっていくし僕はあまりにも多くのことをすでに忘れてしまった。こうして記憶をたどりながら文章を書いていると僕は時々ひどく不安な気持ちになってしまう。ひょっとして自分は一番肝心な部分の記憶を失ってしまっているんじゃないかとふと思うからだ。村上春樹さんは最近立て続けに友人を亡くしたという21歳の女性読者に対して次のように言っています。死んでしまった人たちのためにあなたにできることは彼女たちをいつまでも覚えていることです。これはあなたが今考えているほど簡単なことではありません。人間の記憶というのは実に身勝手なものだし時間というのは想像以上に重みを持つものだからです。でも努力すればできます。それに加えてもう一つ、彼女たちの分の人生も全部じゃなくてもいいから少しでもあなたが自分の分にプラスして生きていこうと努力することです。これはもっと難しいです。でも不可能ではありません。またダンスダンスダンスの作中では主人公の次のようなセリフがあります。亡くなったディック・ノボスにひどい態度で接していたことを後悔するユキに対してのセリフです。人というものはあっけなく死んでしまうものだ。人の命というのは君が考えているよりずっと脆いものなんだ。だから人は悔いの残らないように人と接するべきなんだ。公平に、できることなら誠実に。そういう努力をしないで人が死んで簡単に泣いて後悔したりするような人間を僕は好まない。最後に世界の終わりとハードボイルドワンダーランドのシーンを引用します。舞台である日比谷公園の売店を実際に撮影した写真を使用しています。